バラエティ能力の高さが評価されている日向坂、時には芸人を驚かすほどの大喜利力を披露しています。それに加えて冠番組である日向坂で会いましょうではモノマネグランプリを開催するなど、モノマネ力が高いメンバーが多くいます。そんな彼女たちの中には、実はモノマネの才能を持つメンバーも多いんです。それでは今回はモノマネがうまい日向坂メンバー5選をご紹介します。日向坂といえば、その明るく元気なパフォーマンスや個性的なキャラクターが魅力です。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まずは佐々木久美さんです。佐々木久美さんはグループの冠番組でもバラエティ能力の高さが随所に見られます。番組に出れば必ずと言っていいほど爪痕を残す佐々木さん、その引き出しの多さが話題になっています。もちろんモノマネもお手の物、冠番組では多くのモノマネを披露しています。日向坂で会いましょうの前身番組ひらがな推しでは、舞台アニーのオーディションのモノマネを披露。これは楽屋で披露している鉄板ギャグのようで、披露した際にはスタジオから多くの笑いが生まれました。番組 MC のオードリー若林さんもいろいろ持ってるなと、そのバラエティ能力を高く評価していました。また外番組でもその才能を発揮しています。2021年には佐々木久美さんをはじめ、加藤紫耀さん、佐々木美玲さん、川田ひなさん、丹生あかりさんの5人でしゃべくり7に出演しました。しゃべくり7へのグループで初出演。グループとしての爪痕を残すために、一人一人が私の特技と題してプレゼンを披露しました。他のメンバーがしりとりや変顔などを披露する中、佐々木久美さんはモノマネを披露。この番組で披露したのはシェフが作った半熟オムライス、実際に出会ったお洋服屋さんの店員さん、ネルソンズ和田まんじゅうさんのモノマネなど、マニアックなものばかりでした。初めての登場でここまで盛り込める度胸はさすがだなと感じます。このモノマネに対してクリームシチューの上田さんも、だいぶレパートリー持っているね、レベル高いと絶賛していました。視聴者からも多くのコメントが寄せられ、芸人のネタ見せじゃん、笑いのデパート、久美さんは芸人にはまれる女よなどと、他の芸人に劣らない引き出しの多さに称賛のコメントであふれ返っていました。次は高本彩香さんです。高本さんといえばモデルとしてのお仕事が多く、グループの美容番長と呼ばれるほど美意識が高いメンバーです。2024年7月にはパシフィコ横浜にて卒業コンサートを行い、グループを卒業、今後はソロでのマルチな活躍が期待されています。そんな高本さんですが、実はモノマネが超うまいと話題になっているんです。日向坂で会いましょうで行われたモノマネグランプリでは、楽屋が熱い時の斉藤京子さんのモノマネを披露しました。普段の高本さんからは想像できない斉藤京子さんのハスキーボイスやトーンを完全再現。オードリー若林さんも思わず似てると声を上げるほどでした。視聴者からも、実際に言ってる場面を見たわけでもないのにめちゃめちゃ言ってそうなの伝わる、声だけじゃなくて雰囲気が似てるんだよななど、場面の切り取り方を絶賛する声もありました。芸人さんもモノマネをするときは切り取る部分を大切にするそうですから、もしかしたら切り取る部分も厳選していたのかもしれません。この他にも自身のショールーム配信でもモノマネを披露しています。同じ1期生の東村芽依さん、佐々木美玲さんに一緒にショールームをやろうと誘ったが断られたことを明かしました。その時の断り方をモノマネで披露、たった一言ずつだけでしたが、声質やトーンの特徴が現れており、モノマネスキルの高さがうかがえます。これまで高本さんのバラエティ能力の高さはあまり顕著になっていませんでしたが、今回ご紹介したモノマネに加えて大喜利での回答、番組でのエピソードトークなどは面白く記憶に残るものばかりです。卒業後もぜひバラエティ番組にも出演してほしいですね。次は富田鈴花さんです。富田さんは絶対音感を思わせる安定した歌声と楽曲の世界観に寄り添う表現力で、パフォーマンス面でもグループの中核を担う存在です。それに加え、グループのムードメーカーであり、バラエティ能力の高さは皆さんすでにご存知のことと思います。キャラが渋滞迷走していた時期もありましたが、今は物おじすることもなくなり、日向坂の名バイプレイヤーとして大活躍中。ソロでバラエティ番組に出演する機会も増え、そこで意欲的に大喜利に参加したり、モノマネを披露するなど、各所で爪痕を残してきました。彼女の持ちネタに篠原涼子さんのモノマネがあります。
日向坂で会いましょう。でも篠原涼子さんのモノマネで早口言葉を披露し、今ではもはや鉄板ネタとなっています。富田さんがラジオパーソナリティを務める日向坂のほっと一息ではローソンで新商品をモノマネでリポートするという、おそらく人類初の企画に挑戦しました。しかし初の試みも無難にやってのけるのが富田さん。緊張も感じさせず見事にやりきりました。この放送を聞いたファンからは、めちゃくちゃ笑った、いい意味で商品情報入ってこないなどとモノマネのレベルの高さが評価されていました。また外番組でもその持ちネタを披露しています。2021年12月に出演した千鳥の鬼レンチャンスペシャルでの企画、サビだけカラオケ、1音外したら即終了、10曲連続クリアしたら100万円に出演した際は、9曲連続で成功という過去出演したアイドルの中で最高記録を樹立、その歌唱力の高さを世間に知らしめました。しかし富田さんは歌唱力の高さだけでなく、途中のトークで別の印象を植え付けます。トークの場面では鉄板である篠原涼子さんのモノマネを披露し話題を生みました。またさ、世界仰天ニュースでは、周りからの評価の高い篠原涼子さんのモノマネではなく梅沢富美男さんのモノマネにあえて挑戦。しかし司会の中居正広さんから封印するよう突っ込まれてしまいました。たとえ滑っても前に出ていく姿勢が視聴者からも高く評価されており、アウェー現場での強さ、挑戦する姿勢を改めて感じさせました。冠番組でもたびたびモノマネを披露している富田さん、鉄板ネタだけでなく倖田來未さんなどの他の芸能人やグループのメンバーのモノマネなども数多く持っています。今度はぜひグループ内のモノマネグランプリではなく本家の方で出演してほしいなと思います。次は上村ひなのさんです。上村さんは3期生であり、バラエティ番組で多く活躍しています。誰も予想できないような奇想天外な発言や、芸人さんもうなるほどの大喜利力で話題を集めています。そんな上村さんですが、実はモノマネのスキルもピカイチなんです。日向坂で会いましょうにて放送された2年早めの久美さん味噌汁パーティーでは、とんでもないしか言わない森本まり、楽屋でメンバーを人狼ゲームに誘う斉藤京子などのモノマネを披露すると、スタジオからは似てると爆笑と絶賛の嵐。性質を完全にメンバーに寄せるのが得意なようで、普段の上村さんからは想像できないような斉藤京子さんの声を再現していました。これには視聴者も、いや、うますぎだろ、これはキサラ駅ですね、こんな才能あったんか、などと驚きの声が多数上がっていました。バラエティ能力に長けている上村さん、これからはモノマネの才能もぜひ磨いていってほしいですね。最後は渡辺里奈さんです。渡辺さんは4期生であり、現在グループの最年少メンバーです。そんな渡辺さんですが、冠番組内で披露した誇張した悪意のあるモノマネが話題となり、番組内のテロップでは世界のワルリナと表現されていました。世界のワルリナとしての頭角を現したのは、2023年に放送された2年早めの久美さん味噌汁パーティーでの宮地すみれさんのモノマネ。全然大丈夫じゃないのに必ず大丈夫と肯定してくれる宮地すみれと題してモノマネを披露しました。このモノマネにはメンバーも大爆笑。オードリー若林さんは、渡辺は悪いやつだなぁとコメントするなど、少し悪意があるからこそ面白いモノマネであるように感じました。渡辺さんはこのモノマネで初代最優秀モノマネ賞を受賞し、現在では多くのメンバーが真似をする鉄板ネタになりました。また2024年には細かすぎて伝わらない日向坂モノマネグランプリという企画が行われました。渡辺さんはここでもモノマネを披露。この回は宮地さんではなく、歌っている時に何かをつかもうとする正源寺陽子と題して、正源寺さんのモノマネを披露しました。ダンス中に延々とフリーの右手が何かをつかむ仕草を繰り返す正源寺というモノマネですが、正源寺さんからは否定の声が上がっていました。若林さんからも、渡辺は悪いやつだなと再び、渡辺さんの悪いなぶりがさらにブラッシュアップされた回でした。そしてこのモノマネも最優秀モノマネ賞を受賞し、その選考理由としては、タイトルの付け方とネタの切り取り方が秀逸だったとのこと。選ばれた渡辺さんは、今回はさすがに負けると、数々の宮地すみれが来たのでと職人のようなコメントを残し、安心した表情を浮かべていました。さらにウイニングランならぬウイニングモノマネも開催され、誇張モノマネの被害者である正源寺さんからは、やめてくれようと悲鳴、笑いに包まれていました。まだ高校生の渡辺さん、
これから伸びしろしかないですので、アイドルとしての成長はもちろんですが、モノマネスキルもさらに磨いていってほしいですね。いかがでしたでしょうか。今回はモノマネが上手い日向坂メンバー4選と題し、モノマネが上手いメンバーを4名紹介しました。メンバーたちの意外な一面やその驚くべき才能に触れて、新たな魅力を発見できたのではないでしょうか。モノマネを通じて見せる彼女たちのユーモアと、見る人を楽しませるスキルには感服します。これからもいろんなメンバーのモノマネが見られることを期待しましょう。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。